今回から角道を止めない中飛車、ご機嫌中飛車と呼ばれる戦型について解説をしていきたいと思います。はい、このご機嫌中飛車というのは現在、プロの棋戦の中でも主流となっている中飛車です。で基本的にご機嫌中飛車は、後手で指す戦法となってます。先手で指す形はですね、またご機嫌中飛車の後に解説をしたいと思います。はい、なぜ、後手で指す戦法なのかというと、7六歩、3四歩、2六歩とですね、先手が2六歩と飛車先の歩を突いた瞬間に5四歩と突くと、はい、これが、形となっております。4四歩とは止めないんですね。4四歩と止めると今まで解説した普通の中飛車となりますので、角道は止めずに5筋を突いていくというのが、ご機嫌中飛車の戦い方となっております。で、なんで後手でやる戦法なのかというと、今話したように2六歩と先手に飛車先をですね、つかせる2六歩と突いた瞬間に5四歩とつけるということなんですね。はい、この5四歩っていうのはですね、次に例えば先手が何かやりまして5二飛車と回れば中飛車として安定するんですが、この5四歩と突いた瞬間だけ怖いんですね。で、何が怖いのかと言いますと、角交換をされて同銀に、はい、この空いたスペース、5四歩と突いたために空いたスペースですね、5三に角を打たれてしまうのが、このご機嫌中飛車をやるときに気をつけなければいけない一手となります。で、この角打ちなんですが、どういうことかと言いますと、相手の陣地、この中飛車側の陣地に入り込むというのは、今のところですね、金銀いっぱいいますので無理なんですが、実はですね、自陣の方に戻って馬を作りますよっていうことなんですね。で、序盤早々馬を作られてしまいますと、やっぱり馬の力が大きいので、なかなか指し手が難しいと、いうことにつながります。ただし、この2六歩を突かせたというのが大きくてですね、自陣に馬を作るんですが、こちら側7五とか8六には角が動いて馬を作ることができますが、逆の方、こちら側はですね、4四の地点や3五の地点は、振り飛車側の歩がいますし、2六のところに馬を作りたいんですが、先手がですね、2六歩と飛車先を伸ばした一手がマイナスになってまして、こちら側に馬を作ることはできないんですね。ですから、狙いとしてはこちら側だけになります。そこで後手はですね、4二角と受けることができるんですね。で、これで例えば7五とか8六に角をなったとしても、同角同歩、5二飛車としておけばですね、もう5三の傷はないですので、中飛車に組むことができます。ですから、この角には同角なり同金となるんですが、4二の金が手順に上がることができたので、もう5三に角を打たれる心配はありません。で、この局面を見ても先手はですね、7六歩と2六歩の2手、はい、初形から、角はお互いに持ち駒なんですが、2手しか動かしてないのに対しまして、後手は、3四歩、5四歩、4二金と2二銀というふうに4手動かしてますので、この段階でも後手が手得をしていると。次にですね、先手が何かやりましたら5二飛車と振っておくと、中飛車にして玉を囲うことはできますし、2五歩と伸ばされても3三銀と上がっておけばですね、角の打ち込みの隙がないまま、2筋を守ることができますので、後手としても十分戦えるということが言えると思います。ちょっと戻しますね。はい、戻しまして、じゃあ先手が同じように7六歩、3四歩に5六歩と、はい、突いたとすると、
これ先手後手が逆になっているので、後手番ですのでこう8四歩と突いてない形になります。となると、後手からですね8八角成同銀5七角と打たれると、まあ、先ほどの6八角みたいな手は飛車先ついてないのを生かして8四角成と馬を作られてしまうと先手は打った角がまあちょっと間抜けな感じがしますよね。で飛車ほっといても8四か3五2四と馬を作られてしまうと、飛車を回ったとしてもはい馬を作られてしまうとやっぱり馬の力っていうのは強いですのでなかなかまあうまくいかないと。これで先手がはっきり悪いってわけではないんですが、初心者初級者の皆さんですとやっぱり馬の力にまあ手を焼くことが多いんじゃないかなと思いますね。はい、ですからまあこの5六歩と突くときには角交換されて5七、まあ後手番ですと5三の地点角を打たれる手っていうのを注意してください。はい、戻りまして駒組みしますね。7六歩3四歩2六歩に、はい、2六歩と突いた瞬間に5四歩とつけますよということですね。で、まあ、せっかくあのご機嫌中飛車という中飛車の講座なので、これ後手番の方を中飛車にするとちょっと見づらいと思いますので、先手と後手を反転させます。はい、下の方が後手番ですね。中飛車側となりました。はい、で5六歩に、後手は、飛車先を伸ばしてきます。はい、この時にですね、中飛車側は、7八金とかまあ上がる手もあるんですが受けないんですね。まあ、例えば角を上がったとしても同角成同桂8六歩のような感じでですね、このまあちょっと戦後逆なので本来は2四なんですが、まあ8六としておきますか。こちらから突かれまして同歩同飛車とですね突破されてしまうとまあなかなかまあ飛車成りを狙われたりしますのであまりうまくいかないと。またこの瞬間にですね今度は歩が2五まで伸びてきたのでもしかしたら、角をですね打ち込むような手も出てくるかもしれません。まあ実際はですね桂馬飛んでまあそこまでですね、まあ、この角打ちがうまくいくかどうかは微妙なんですが、まあ、こういう手もあると思います。でご機嫌中飛車をされる場合はこの序盤まだですね後手しか進んでない状態ですね。2五歩と、8五歩ですか伸ばした状態は、手数は後手しか進んでませんので、この形はですねしっかり覚えてください。歩を伸ばした手に対しては、角頭は受けずに、はい、飛車を回って中飛車にします。まあ交換してこいというんですね。8六歩、はい、ここ突くなら突いてみろという指し方となっております。まあ例えばこれがそうですね初手から20手30手ある定石だったらまあ覚えろというのも大変かと思うんですがまだ5手6手という形ですのでもう形で覚えてください。はい、でもしもこの真ん中に中飛車に飛車を振った時に、このようにですね角頭を攻めてきた場合どうなるかというのは、次回またゆっくりと解説をしたいと思います。はい、中飛車側としてはですね角交換はもう大歓迎で序盤早々の激しい戦いもちゃんと対策をしていれば特にピンチに陥ることはありませんので、このあたり、まあ、始まって早々の戦いとなるんですが、一つずつですねしっかりと覚えて、まあ、リスクを軽減する相手から攻められても大丈夫だよというふうにしておくと、ご機嫌中飛車は、戦いやすくなります。はい、今回はこれで以上となります。